さんま御殿再現 VTR 傑作選佐藤雄一編。どこか憎みきれないちょっとヤバめなおじさん役でおなじみ佐藤雄一のえりすぐりの作品をご紹介。2019年4月16日放送。世代が違うとこうも違うかと思うこと。おじさん世代はあくび、くしゃみ、タイピングなど。すいません。発する音がいちいちでかいこと。2018年7月31日放送。親子関係を解消したいと思った瞬間。家族で水族館に行くと、たまたま休みでついてきた漁師の父が、あ、小さいお魚がいっぱい。あれは参りましたな。夏から秋にかけてが一番脂が乗っておいしいぞ。あの魚大きい。あれはマダイだな。赤しで取れる天然物だと1キロで5000円は超えるぞ。いちいち漁師目線で説明してきた時。2019年6月25日放送。この結婚間違ったかなと感じた小さな出来事。夕食の時、冷蔵庫にケチャップを取りに行った夫が、容器に口をつけて膨らませてから使っていたこと。2017年1月23日放送。なんかこの人鼻につくと思った瞬間。草野球でお金を払い審判をお願いしたら、振ってけ振ってけ、ストライク、バッターシャウト、シャウト、シャウト。異常にオーバーアクションだった時。2020年12月29日放送。うちの家族はちょっとおかしいと気づいた瞬間。我が家では、よし今日もあれやるか。はい。父がお風呂から上がると、さて今日は何色でしょうか。はいはいはい、赤。ブー。黄色。ブブー、お姉ちゃんは青。あー惜しい。紺色。ピンポンピンポン、お母さん正解。やったー。下着の色当てクイズをするとき、紺色でした。2020年9月1日放送。この男薄っぺらいなと思った瞬間。それじゃあお先に。会社で、お疲れサマンサ。いつもしょうもない冗談を言ってくる上司に対して、十分コピーしといて、サイズは A4 で。 A4？ 場がしらけないように笑っていたら、その上司から、なあお前俺のこと好きなの？と言われた時。いや、傑作選をご覧いただきありがとうございます。佐藤雄一です。そうですね、比較的最近のものから選んでいただいたんですけど、一番最後にやってた、勘違いした上司が君俺のこと好きなのっていうやつが、あれがオンエア見てた時に、あのスタジオのゲストたちがやだーって大きい声で言われたのが個人的にはツボでした。やったぜって思いました。あ、やったぜって思いました。割とそうですね。比較的なんかこう御殿に出てますね出てますねって、あの道とか歩いてても言われることが多いんですよ。なのでまた出てきたっていうことで、もうあの面白くしますよみたいな、こう受けを取りに行っちゃいけないなと思って、お話が面白いっていうことを伝えなきゃいけないので、出てきただけでなんか今からこう笑わせますよみたいな雰囲気は出さないようには、うん、気をつけてるつもりですね。出演っていつからですか？僕の記憶が確かだったら、1997年の番組が始まった当初からやらせていただいていると思うんですよ。あ、番組のもう始まった時から。はい、自分でもびっくりします。っていうか、あの
24年経って呼んでいただけてるっていうのが嬉しいです。とっても最初の頃は今よりもずっとこう時間もかかってたんですよ。で本当にてっぺん越えて翌朝の6時とか5時ぐらいまでやってた時っていうのもあったんですね。わかりました。夜中のね確か11時50分ぐらい集合で築地のお寿司屋さんで彼女とデートをして、でお寿司を食べてるんだけど、その食べ方が爬虫類みたいな食べ方の男っていうネタがあったんですよ。ここの寿司すごい美味しいんだよ。そうなんだ。彼氏と初めて寿司屋に行った時、大将トロちょうだい。私も。あいよ。いいよ、むち。彼氏もね。彼のお寿司の食べ方が気持ち悪かったこと。大トロのそれもすっごい脂の乗った美味しいところを目の前で握ってくれて、確か32貫食べたんですよ。32貫、うん、夜中に。そうです。だから0時ごろ入って、で終わったのはね2時を過ぎてたんですけど、あんな経験はもう二度とないなと思って印象が特に深く残ってますね。オンエアとかは見るんですか？もう初めてやらせてもらった時から全部見てます。で最初に出させてもらったことはまだ DVD がなくて VHS で撮って見てて、で全部 DVD に焼いて今でも持ってます。自分で DVD で保存してるんですか？してます。そうです。もうあのオンエアをそのままどこもカットせずに撮って、でその後一言体験談のところだけを編集してっていうのも両方毎回作ってます。その録画してたその自分の作品っていうのはどういった時に見返すんですか？時々やっぱり見ますよ。ただ見始めちゃうと結構次から次へと見ちゃうので、うん、ここもうちょっと強い言い方すればよかったかなとか、見てもね結構へこむことの方が多いんですけど、はい、じゃあ最後に視聴者の方に一言お願いします。やっぱりどこかこうしょうもないおっちゃんの役とかいるよね。こういう上司っていう役が多いんですけれども、バカなやつだねこいつってなんか笑わせながらも見てくださった方になんかちょっと元気になってもらえたら、あいるよねこういう人っていう、でもどっか憎めないよねみたいに思ってもらえたら嬉しいなと思います。ということで、さんなが店再現 VTR 傑作選佐藤雄一編でした。